こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。今回は新札幌駅高架下で大規模リニューアル工事が行われる計画があるということで、順調に工事が進めば見納めの部分も結構あるんじゃないかなと思って見て歩いた時の様子、さらに閉館したサンピアザ劇場の現在、そして最新の新札幌の商業施設の様子を見た時の様子でございます。ご覧ください。現在私は厚別中央通りに立っています。奥の方に変わった形のテントがありますが、あれがサンピアザでございます。このマンション2階、2階より上かな、2階より上が住宅となっており、1階と地下1階がそのテナントが入っているビルがあるんですが、この建物もね、ちょっと面白い作りになっているので、非常に見応えがありました。この建物はテナントと住居が入っているビルで、1982年に建てられました。1982年には地下鉄新札幌駅も開業しましたし、1年前である1981年には青少年科学館も開館しました。なので1980年代前半、この新札幌駅がこう栄えて、どんどん新しい建物が建てられた、そういう時代の建物でございます。テナントはあんまり入ってませんね。ここ10年、15年あんまり変わってないようです。ちょっと変わった作りになっていまして、この階段とかね、吹き抜けの部分、そしてこのテント、ちょっと喫茶店っぽいですよね。どんなお店があったんでしょう。そして気になる、テナントがありまして、ロボットをね、こうやって、体験授業できるっていうね、そんなお店がありました。もうミニ四駆的な感じなんですかね。まあ、いろんなその仕組みをこう理解して、新しいロボットを作っていこうみたいな、そんな感じなのかもしれません。どんなお店が入っているのかと言いますと、学生服だとか、塾ですよね。学習塾がメインとなっております。このお店の看板とかも、おそらくね、この規格があって特注で作ってるんでしょうね。こういうところなんかが非常に見どころがあるよなと思って見ていました。この床の感じだとか、もう70年代とはちょっと違う感じなんですよね。使っている素材自体は少ないんだけれども、凝った感じのデザインみたいなね、まあ80年代の特徴かなと思って見ていました。こちらもね、なんかテナント空いてるんですが、かなり大きなスペースでございます。美容室さんなんかも入っており、逆側の面ですね、逆側の面、イオン側っていうんですか、こちら側には居酒屋さんも入っていました。一応ね、こちらイオンですよということでございます。そして居酒屋もあり、まっすぐ進んでいくこととします。ここにカラオケ屋さんがあるんですが、この建物もなかなかちょっとね、面白い変わった形をしております。現在は飲食店だとかホットヨガが入っていますが、かつてはドコモショップだったり美容室さんが入っていました。正面から見た感じも非常に目立つので、中はね、入ったことないけれども、この建物見たことがあるっていう人結構いるんじゃないですかね。私もこの建物ね、ここまで来たの初めてでございます。よく見ると1996って書いてるので、1996年に建てられたんじゃないですかね。これ手すりの雰囲気とかすごい、なんかかっこいいなと思って見ていました。さらに高架下の近くにはこのようなビルもありまして、1階と2階が店舗になっていて、まあ、3階より上が住宅となっている、そんな建物もありました。この建物の中にあるテナントも、私はね、1階も入ったことがないので、非常に何て言うのかな、新しさを感じました。主にお金を借りるような金融関係のテナントもありました。で、1階が炭火焼きだったりとか、居酒屋のようなところ、あとはラーメン屋さんもありました。さらに、次は高架下の、大改修工事が行われる計画がある施設に行くことにしました。こちらでございます。これから耐震強度を上げるための大改修工事が行われるというね、この施設なんですが、どれぐらいリニューアルされるのかね、終わってみないとちょっと私にはわからないんですが、今年から工事が行われるそうです。計画自体は去年、一昨年ぐらいからあったようなんですが、本格的に工事が始まる計画があるということなのでね、順調に進めば、こういったお店だとか施設とかね、廊下とか
部品類とかも少しずつね、見れなくなるんじゃないかなと思って、見ております。なかなかね、昭和の味のある感じがあって、本当に最高なんですよね。工事は2024年、今年から複数年かけて行われるそうだとのことなんですが、まあ、工事伸びたりするかもしれないですからね、リニューアル後とかどんな感じになるのかも楽しみでございます。こういった壁のデザインなんかもね、昭和らしい遊び心のある雰囲気がありますよね。夕方5時過ぎだったと思うんですがね、まだお店の開いていない時間帯だと思います。もうちょっと遅くなればね、お店が始まるんじゃないでしょうか。でこの辺はね、歩道橋だとか、あとはそのサンピアーザとかイオン用の階段があったりとか、かなりね複雑に入り乱れているので、初めて来た方かなり迷うんじゃないかなと思って歩いていました。高架下には新札幌名店街という、名店街が3号館までありまして、321の順番に見ていこうかと思っております。これが3号館でございます。実はこの飲食店で、札幌の YouTuber と会う約束をしていました。札幌の翔吾さん、春チャンネルさん、トールさん、まあ、以前私の動画でね、会いましたっていう動画を出しましたが、第2回新年会をかすりというお店で行いました。まあ、その時の様子もね、ちょこっとお見せいたします。何を話すかっていうとですね、やっぱり動画にできなかった話だとか、実はあの建物はこれからああいう風になるんじゃないかとかね、まあなかなか面白い話ができたのでね、よかったです。また会いたいですよね。で料理も本当に美味しかったです。特に卵焼き美味しかったですよね。卵焼きが美味しいと他の料理も美味しいですし、技術もあるっていうことですからね。お店の感じもお店の人もかなり年季の入っている雰囲気で、昭和の素敵な時代を感じることができるお店でした。なんかね、中央線の高架下のお店にいるようなそんな感じでした。では順番に見ていきましょう。こちらが2号館でございます。左を見ると先ほど今言ったね、3号館でございます。まあ、どれぐらいリニューアルされるのか、で複数年工事するっていう話なので、まあ、相当変わるんじゃないかなと思って、ね、見ております。このね、横のちょっと狭い感じから入るところがいいんですよね。でこの扉にある3つのラインご覧くださいね、すごい素敵じゃないですか。濃い赤、オレンジ、黄色、緑みたいなね、地下鉄じゃないのに地下鉄路線じゃないのかってぐらいのね、そんな雰囲気がありますよね。でところどころすでに新しい木で補強されていたりとか、手すりがついたりとかしてますよね。高齢者向けの仕様となっているのかもしれません。こういうね、意味の分かんないったら変ですけどね、ちょっとよく分からない謎のパーツが面白いんですよね。まあ、この辺りもまだお店がね、始まるにはまだ早い時間帯だと思われます。これね、こっから入っちゃいけませんみたいな柵あるんですけど、柵なくてもいけないですからね、これね。これ動きません。耐震強度を上げつつ利用者の増加を見据えて大改修工事をする、リニューアルするということなんですが、まあ、近くにビビなんかもできましたし、そういった施設に負けないような、ね、施設を作らなければいけない、そういう焦りっていうかね、そういうのもあるのかもしれませんよね。大改修工事もその昔の古き良きパーツを再び使ったりする施設もありますし、もう本当に全部新しくするような施設もあったりするのでね、古いパーツとか使えるものを使ってほしいなって思いますね。でさっきも言いましたが、この辺が本当に複雑なんですよね。 JR の新札幌駅の階段やら、イオンの階段やら、その名店街の階段やら、本当にぐちゃぐちゃに入り乱れているので、この辺ももうちょっとすっきりするのかなと思って想像しております。こういったね、壁にその塗られた感じの、そのお店の感じとかもね、本当にここにしかない良さがあります。ここにスナックがあるんですが、おいい看板だなとか思いながらいつも見てますよね。ピンクの感じとか夜感があっていいですね。これ電気ついたらいいなと思って見てたら電気がつきました。これはなんかいいタイミングでついたなと思ってね、一人で感動していました。さらに
あ、こんなね、居酒屋なんかあったんだなと思って、どんな感じなのかね、ちょっと見てみました。この日は金曜日だったかな、週末の金曜日の夕方っていうこともあり、まあ、もうちょっと人いるかなと思ったんですが、イメージよりは、いなかったかなって感じですよね。まあ、なので、利用者を増加させたい、そういう意向もあり、リニューアルするんだなと思ってね、そういうことが非常に伝わりました。ここにはバスチケットセンターが去年の秋頃まであったんですが、移転しました。まあ、大改修工事どこまでね、行うのかわかんないですけれども、こういったお店も一部どん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 もう閉店したり移転したりとかするのかなっていうね、そんな感じしました。新札幌でこうやってね、居酒屋に行きますとか、なんか締めパフェに行きますみたいな人はどうなんですかね。この辺に住んでいる方が多いんですかね。今回 YouTuber の集まりを行ったわけですが、まあ、わりかしその厚別付近に住んでいる方が多いということだったので、まあ、厚別でやりましょうかということでね、集まりましたけれども、まあ、ゴミゴミしていなくてね、私は結構好きなんですけれどもね、こちらの喫茶店は駅馬車でございます。本当に素敵な喫茶店でございます。名店街の左手、この画面の左手にはバスターミナルもあり、まあ人はたくさんいましたよね。なので仕事が終わったらこういった名店街に寄らず、もうダイレクトで帰れ、まあそういう方がね、ほとんどなのかなと思っていました。これね、狭いちょっと怪しい感じの道がね、本当に好きなんですね。そしてこの名店街の画面左側、あちらがビビでございます。まあ、地下鉄も JR も全部ね、通路でつながっているので、雨でも台風でも濡れずにビビに行くことができます。ビビは確かに新しくて、まあ、綺麗ですけれども、こういったね、ちょっと古いダメージのあるこちらの新札幌名店街も素晴らしいのでね、大改修工事が行われる前にぜひ行っていただきたいなと思うんですが、まあ、なんだろうな、フラッと来て入りやすいお店っていうのはね、そんな多くないなっていう、そんな印象ですよね。ここは名店街の2階っていうことになるんですかね。この辺どれぐらい改修工事が行われる、まあ、高架下ではなくなってますからね。まあ、その辺も後日わかるのではないでしょうか。ザンギ屋さんがあり、この提灯は何だろう、焼肉屋さんでございます。そしてこの白い壁の部分が確かラーメン屋さんだったような気がするんですけどね。なかなか美味しいラーメン屋さんだった記憶があるんですけど、違ったら違ったって感じですね。こっちもラーメン屋さんでございます。これは入ったことないのでね、どんな感じなのか見てみました。味噌ラーメンだとか、ピリ辛ラーメンがあるんですね。そして隣には名店街とずれてんのかな、これもうすでにね、両国というそばとうどんを食べることができるお店があるんですが、こちらのお店はね、なかなか美味しい店です。まあ麺はね、まあ麺はシンプルというかスタンダードなんですが、つゆが好きなんですよ。このスープがね、ちょっと甘みが強くてですね、北海道感のある味付けとなっております。ここからはサンピアザ付近を見て回ろうかと思います。本当にこのサンピアザのこの周り、水族館だとか青少年科学館のあたりっていうのは、もう地形も形もかなり複雑になっていて、まあ大人でもね、迷子センターが必要なぐらい、もうはぐれるとね、大変なことになってしまいます。そして正面には去年閉館した、去年だったかな、サンピアザ劇場があります。その後どうなったのかなと思ってね、非常に気になったので見てみたんですが、特に変化はありませんでした。そして水族館ね、5時までってことなんですが、まあ、入場は4時半までですよね。で、私4時これ、4時45分だったんですが、もう電気が消えてたんですよね。もう電気消えてるなと思ったら、パチッとつきましたよね。今日は私が来ると電気がつくパターンが多かったです。青少年科学館のリニューアル工事が終わるのも今年の春っていうことなので、まあリニューアル後どうなったのかっていうのもね、それもちょっと行ってみたいなと思っております。地下鉄のカットモデルっていうんですか、運転台のついている東西線、あれはね、どうやら残ったようです。すごい嬉しいお知らせですよね。あれを見に行くっていう人もたくさんいると思うんでね。
ビビ札幌ができ高架下も新しくなるっていう風になれば、今度はこのサンピアザもね、一番古いような感じになっちゃいますからね。もうサンピアザもいつ変わるのかなと思って見ていました。そしてこの真っ暗なところにはかつてパチンコ屋さんがあったんですが、この一帯はね、本当にちょっと暗い雰囲気となっております。ということで、今回は新札幌名店街1号館、2号館、3号館、あとはその周辺を見た時の様子でした。リニューアル工事が行われる前にね、こういった昭和の素敵な情景を皆さんに見ていただきたい、お店に入って焼き鳥を食べていただきたいと思います。そんな感じでどうもありがとうございました。